こんばんは、ティモンさんです。最終回になってるのかどうか分かりませんが、題名がファイナルになってるのかどうか分かりませんが、やっていきましょう。世界ランキング1位になりたいはなりたいけど、どうなんだろうね。ここで優勝したら勝ちなのかな。どうなんだろう。まだこれで勝っても勝ちじゃないのか。とりあえず飛ばしてみるか。多分まだ優勝じゃないと思うんだよな。オッペン、ロナウド、爆撃系、爆撃系、今こそ爆撃の出番。あら、ミューレンに決められた。あー、負けた。ミューレンってお前ヤクルトかよヤクルトだっけ。ミューレンヤクルトだった気がする。負けたってことは4点差に縮まりましたね。これはまだ分かんなくなりましたな。え、4点差で、あと2試合、次勝てば、違うな。結局マドリードの試合になるのかな。結局マドリードと戦って勝った方が勝ちになるのかな。4点差、いや次の試合勝てればもう追いつけないから、次の試合勝てば勝ち、終わりか。なるほど。いや違う違う、3試合あるのか。じゃ違うな、全然次で決まんねえな。いや次で勝ってマドリードが負ければうちの優勝かかな？かな？そうだね。そうだす。そうだす。そうだすね。とりあえずまあ、いつも通りクバチを。ゴー。おーし。もうここで勝とう。おーし。ナイス。おーし。圧勝、圧勝。圧勝しよう。ここで圧勝しよう。ここで圧勝しよう。おーし。いよいよ。あらら、アデバイオール。おーし。さあ、これでどうなんだ。どうなんだ、これで。多分勝ってるだろう。4点差。だから、次の試合ですね。次の試合勝てれば、勝ちか。次の試合で勝てば、優勝か。大変だな。グルペキさん。あ、発掘者。ソレンティーノ、またキーパーかい。まあいいや。とりあえず入れてみよう。外人キーパーばっかだな。あ、ユースに有望なやつが残ってると。つってもうち今一人しか上げれない状態だからな。ちょっと見てみるか。誰がいるんだっけ。川島がいるんだっけ。川島か。とりあえず川島かな。うん、とりあえず川島あげとくか。で、ソレンティーノはどんなやつだ。あ、でもやっぱりルボンデンシリがすごいな。あんまりソレンティーノ大将だなかった。よし、これで勝てば優勝かだよね、多分。あ、店長来たよ、店長来たよ、店長。よう、よし、これで勝てば優勝でしょ。おし。来た、ゆりかさん。いや、もうこれで勝てば優勝ですよ、もう。長かった。ノリノリ。店長ノリノリ。店長がノリノリだから勝てるよ。店長がノリノリなことないよ。ウキウキですよ、店長。やっぱり、売店から。店長はもうあれですから。基本的にもう、売店で、試合見てますから。よし、勝てば優勝、負ければ準優勝か。いや、負ければ関係ないか。負ければマドリード戦になるのか。負けて引き分けても優勝勝てば優勝。さあ、これが最後の試合になるのかな。どうなんだろう。いやー、プレミアリーグ1位になったら多分もう1位だと思うんだ。世界一のチームになったと思うんだ。長かった。俺はサカツクいつから投稿してるんだろうか。半年ぐらい前からやってる気がする。なんか結構適当に始めた動画だったけど、こんな長くなると思わなかった。さあ、ミラノ早速1点決めてくれ。もう、あら、パスカツされる。
預かった。映えがストーカーみたいになってる。ターン。やっぱユニフォームかっこいいな、ミラン。みんなベルベットパス持ってるのね。カットしろ。カットできない。やっぱみんなあれなんだな。てか、マジでかっこいいな、ミラン、ユニフォーム。よう、だからサッカー部のやつが来てるわけや。こんなかっこよかったら。おーし、止めた。さすが川口。おーし、映え。さあ、イズマイルフに出す。そのイズマイルフがリベラに出す。リベラにがさらにパスをしない。さあ、ここでフリーキック獲得と。さあ、このフリーキックは、ロナウドが蹴るんだろうけども。決めてくれ。おっと、これパスだった。ああ、リベラにがこのシュートは枠外と。このパスは意表をついた、いいパスだったね。まあ、カサレスがいたらここで多分1点決めたけどね。不安カサレス。スケロク。スケロクがいたらしい。向こうチームにスケロクいるぞ。佐々木さん。佐々木さんがパス出し、しかしこのダッシュパスカットレベル5がどんくらい通用するのか。うわー、された。あ、いや、通ってるな。通ってる。来た、リベラーに。来た、リベラーに行け。スナイパーショット。ここでスナイパーショット。スナイパーいけるか。枠外じゃないか、これ。枠外じゃないか、バカ野郎。何やってんだ。そらミラクルシュートって言われるわ。そらミラクルシュートですよ。あら、また倒された。すごい倒されるな。ここ引き分けだと関係ないんだよな。引き分けでも関係ないから勝たなきゃいけない。来た、ジャンピングプレーレベル3。頑張ってくれ。OK! ファインゴール。よしよしよし。得点機3回目にしてようやくか。少林サッカーみたいなゴール決めたな。よしよし。スケロク。ん？おお、危ない。危なかった。よし、ハーフタイム。よかったよ。もう手出しちゃえ。もうムカついたらパンチしちゃえ。ロナウド、パンチしちゃえ。ロナウドも素直だから聞いちゃいそうな気がする。さあ、このまま試合が終わってくれ。このまま終わってくれ。マジで。もう優勝したい。話を。スケロク？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 後ろ髪輝いてないよ。スケロク。後ろの髪輝いてないよ、スケロク。どうしたの、スケロク。後ろの髪だけ輝いてなかったな。やばいよ、これは。音速の飛び出し。すごい。音速の飛び出し、すごい。でも、これ、上げちゃったら、これ。もう、こうなるよね。お、音速の飛び出し。音速の飛び出し。すごい。めっちゃ音速で飛び出す。すごいな。音速の飛び出しが大絶好調。絶好調ですよ。さあ、イズマイルフが一人で抜けてる。シュートいった。まあまあまあ。全員攻撃で翻弄しろ。ドリブルを封殺しろ。スケロク。来た、スケロクが来た。ああ、後ろ髪だけ輝いてない、やっぱり。後ろの髪が輝いてない。おお、足ナイスカット。さすが大阪さん。コーナーキックはとにかく与えてしまうけども。でも大丈夫。うちには音速の飛び出しがある。おし。あ、やばい。うわぁ！オフサイド。おぉ、危ねえ。大阪さんが蹴るんだ。危なかったな。ちょっとオフサイド。ベルベットパス。お、右サイドに出した。中取りが来てたか。中取りが中央に。佐々木さんが来た。パスか？シュート。あ、シュートいった。さらにこれをバエがカットして。バエがいった。おお。ダーッときたゴール。すごい笑顔。すごいバエさん笑顔。ダーッときたゴール。これは切り返しうまかったね。切り返してあのパワーを
あの体勢から出せるのはすごいね。さあさあさあ、おーし、ナイスクマッチ。フィジカルお化け、いけ、フィジカルお化け。あー、抜かれた、やばい。おっしゃい、川口さんすごい。よし、おーし、きた。なんだこのロングボール、通るんだ。しかもパスきた。リベラーニが決めれない。そう、それがリベラーニ。よし、あと6分。よし、もう耐えてくれ、勝ってくれ、もう勝ちだろ、もうこれで。ああ、もうシュート決めないで。おお、これ入ってない今の入ってない、今の入ってなかった、今のちょっと入ってたっぽくさかった、今の。おーし、いやー、優勝したろこれ。バグった、あ、来た、トロフィー、世界王者。おーし、これはもう世界王者はもうこれ終わりだろ、これ。いや、終わった、これ終わったか。あ、来た、来たよ来たよ、ついに来た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 、ついに。これはもうあれだろ、終わりのやつだろこれはいやー、終わった終わった、ようやく終わったよ。長かったな。パート数何これ、150くらい。いやー、なかったですね。サッカーを知らない私が、サッカーを知るためというか、単純にサカツクという育成ゲームが好きだったので、まあ、ヤクツクも好きなんですけど、それでちょっとやりたいなと思ってやったゲームでしたけども、ついに、ここで終わりと。多分やり込み要素もこの後ないだろうから、これで終わりでしょう。いやー、もうね、しんどかったですよ。いかんせんサッカーを知らないからね、何もわからない状態でチームを育成してましたから、まあ本当ね、野球の知識を生かして、野球の知識を生かしてどうにか、勝ってましたね、うん、つまり野球がなければサッカーもないんだよっていう野球がなければサッカーもないっていうとんでもないなこれ見てるサッカーファンどう思うんだろうな。まあでも楽しくやりましたね、なんだかんだね。途中で僕が病気になったりとか、まあこのね、録画ソフトがやっぱり不調になったりとか、いろいろしたおかげで、まあ、かなりね、時間もかかりましたけども、非常に、長い間お付き合いいただいてありがとうございました。最初の方は、まあ3000人ぐらいが見てるっていう自負で動いてたんですけど、もう最後の方は1000人ぐらいしか見てないっていうですね再生回数1000ぐらいしかいかないっていう、そういったね、苦しい時期も、苦しい時期しかなかったですけどもまあまあまあ、でもまあ全然ね。あ、流通経済大学サッカー部の人がモーションキャプチャーやってたんだね、知らなかった。へえ、プロダクトサポートチーム進出保証、やっぱ読んじゃう、もう何も話すことないから。パッケージ&ソフトウェアもある、マニュアル、もう読んじゃうね、これね。セガ倫理チーム。一人なんだね、チームなのに。かわいそうに。いや、まあまあ、でもなんか、北沢さん違う人か。いや、まあ、なんか、なんだかんだ、楽しくやりましたね。サッカー知らなかったけど。中山、前園、ローラ、小島、立花、ゆりか。アイドリング、あ、アイドリングなんだ、ゆりかさん。ゆりかさんってアイドリングなんだよ、知らなかった。まさかの事実、ゆりかさんアイドリングだったそうなんだ、普通に大人の女性かと思ってた。アイドリングだったんですね。しかも19号だったんですね。知らなかったです。いや、なんかでも俺もサッカーを見る一機会になったな、これで。セーガー、エンディング終わったけど、これどうなるんだろう。多分続くんだろうな、ずっとな。でもそろそろエンディングやりましょうって言ってエンディングにしないともう終わんないから。もう世界王者になったから、これでもう終わりでいいよね。終わりましょう、もうこれで。さすがに終わりましょう、もうやりましたね。世界という大舞台で私の力を証明することができましたよ。うおー、やってくれたなー、あんた本当に最高だぜ。いや、本当リーダーありがとうな。
もう今日はこういうこと収まんねえ。すげえよ、やべえよ。あら。笑顔。今日は祝勝会だから、朝まで昼はしてるぜ。テーマにしようよ。やっぱあんた最高だぜ。それじゃあな、これからも俺たちを楽しませてくれよな。リーダーありがとう。自分のことのように喜んで。2000人増えました。よし。なんか祝勝会ないかな。どなたかいらっしゃった。あ、アイドリング19号。本当にアイドルかわかんないけど、19号でした。かけがえのない存在です。よかったな、19号。ここにしてやっと19号っていうあだ名がついたか。19号。19号満足させるからな、19号。なあ、世界中のサポーターにつながっている。誰かを幸せにできる仕事なんて、とても誇らしく思います。世界最高のクラブの夢を手にしました。私のクラブが世界で一番です。世界最高のサポーターたちと一緒に分かち合いましょう。ん？どういうこと？ん？あ、天狗になっちゃった。世界一位って言いすぎだから。そりゃそうだよ。世界一位って言っちゃったから。そりゃ天狗にもなりますわ。はい、中鳥さん。いや、もう天狗はいいわ。天狗情報いいわ、もう。よしよし。はい、久保地さんが特別に勝りました。もういいよ。世界一になったから。もう終わろう終わろう。世界一になったし。終わろう、もう。十分だ、もう。もうコリゴリだ。はいはいはい、ありがとうございます。よし。まだ続くか。いや、もう終わるだろう。よし。じゃあ、長い間、ありがとうございました。今回はこの辺というか、もう、世界一になったんでね。うん、もうこれで十分大団円ということで、終了です。それでは、長い間お付き合いありがとうございました。また、なんかの、動画でお会いしましょう。それじゃあ、また次回お楽しみに。また次回お楽しみに。違うな。もう口癖になってるな。それじゃあ、また今度。さよなら、さよなら、さよなら。どうもこんばんは、ティモンさんです。今回からプロサッカーチームを作ろう、通称サカツクですね、やっていきます。このティンポでもよかったんですけどね、ティンポ、あ、ティエンポだ、ティエンポだと、あ、恥ずかしい、もうこれは多分おそらくね、343という布陣だろう、よくわかんないけど。遠藤に殺人スライディングかますみたいなやつない。あ、イエローカードが出た。チーム初のイエローカード。おい、黙れ黙れ。お前が悪いだろ今のは。皆さん、お前黙れ、お前が悪いって、これは確実にお前が悪いって。サッカー初心者の俺でも分かるわ。あ、遠藤が、あ、これは遠藤を怪我させまいと作戦がバレたな。後半からは遠藤を中心に攻撃しようという作戦がバレたな。あ、いえ、クアラ、うわーし、うーし。さあ、期限付き移籍は来るかな。お、来た。さあ、交渉試合出場できるかどうか。今回は3800万。あ、もうすぐ来ました。早い。もうこれは勝ったで。あ、反則王が岡村に負けじと反則をしてきた。はい、大きいイエローカード。でもそれを妬む不安ね。多分おそらく不安あたりが羨ましくなって、そろそろファウルをするんじゃないかという予想も立ってますが、ね、ちゃんと攻めさせない。おーし、ほらほら、案の定案の定イエローカードを妬んでいた不安さんが、はい、俺もくれよと言わんばかりのイエローカードと。さあ、不安さんはやっぱり人のイエローカードを妬みたがるからなんですよね。非常に落ち着いてる、非常に落ち着いてるみたいな。これ決めなきゃマジか。バカ野郎かよ。2試合ですよ、年間出た試合。そんなとこが一体いくら要望してくるか見ものですな。おお、1億下げやがって。で、フリーキック職人、おーし、よっしゃ。おーし、よし。いやー、カサレス、ありがとう。最後までこのクラブでプレッシャーを与えて回してたのにな。
今でセレンタか。じゃあな、そんなキャラだったっけ。中山選手と網選手、どちらスタメンですかね。出てるじゃないですか、同じ。別に、ね、一緒に出てますよ。川中選手、一体何、どうしたんですか。本当に頭がおかしくなったんですか。違う人にしてみるっても、全然ありかもしれないな。よし。彩香ちゃん、君に決めた。攻撃の権利になれるかな。うわぁ、まずいんじゃないか、セリフが直す。あぁ。いや、早かったな。マドリード強えなぁ。走ってくハイウェイ、自分はできるかマイウェイ、無駄な詮索